尼崎という町に決体な町医者がいる。ええわ、先生の顔見たら治るで。何を言うてん、そんなのは心臓がバクバクする恋をしてるでしょ。企画がいいラブラブかラブラブラブやな。誰かそろそろ死ぬんかって言ったら長尾が受け持つ在宅患者は乳児から高齢者、がん、認知症、寝たきりなど年齢や病状も多種多様。望みが叶ったね、奥さんに見とってもうて。家に帰りたいですで、抗がん剤やめてほしい、いやちょっと無理ですねっていうことを言うたら、その何時間後かに夜中屋上からおそらく飛び降りて死にはった。どんだけ間違ってきたことか、全部本書くのは懺悔なんですよ。病とではなく患者と必死に向き合う町医者がいる。生きることは食べること、生きることは笑うこと、生きることは歌うこと、生きることは歩くこと。そう願い、決体な町医者の診療は続く。生きてやる。